東口の京成ホテルミラマールには、京成ローザ10ミーオ等が入居する西口駅ビル。西口駅ビルは建て替え工事中、ミーオ1千葉駅から続く C1 に接続ミーオ2上総会は、京成ローザ10イースと千葉中央駅は、千葉県千葉市中央区本千葉町にある京成電鉄の駅である。駅番号は、京成千葉線、京成千原線共通で、KS60。 当駅は中央区本千葉町十五番1号に位置し、当駅と千葉駅及び京成千葉駅の両駅間は約 1km ほどの商業施設にてつながっている。なお、千葉駅は中央区新千葉1丁目、京成千葉駅は中央区新町250番地3に位置している。千葉県の県庁所在地及び政令指定都市である、千葉市中心街にある駅の一つである。当駅から、 千葉駅、京成千葉駅及び千葉都市モノレール1号線の足川公園駅にかけての中心市街地には企業のオフィスビル、銀行や商業施設、家電量販店などが隣立する繁華街となっており関東有数の市場規模を誇る巨大証券となっている。駅東口は再開発事業で複合型ホテルとして建設が進められ2002年9月6日に 京成ホテルミラマーレ、京成ローザ10いわゆるムチバ店ミイを、千葉中央駅前交番が入居する超高層、建築物が完成した。また、駅西口の複合商業施設である、千葉中央駅西口ビルは、老朽化が進んでいたことから2018年8月より、建て替え工事が進められており、2021年秋に完成予定の新西口ビルによって、 同駅の拠点性を高める効果を狙う。千葉線と千原線が乗り入れており、全車の終点かつ、後車の起点である。ただし、両路線の運転系統は一本化している。千原線千原台からの列車はすべて千葉線へ直通運転し、千葉線京成津田沼方面からの列車の半数、新京成電鉄からの列車のすべてが当駅、止まりである。 当駅からの上り列車の行き先は、上野、津田沼、松戸行きが存在するが、1990年代までは1日1本、都営地下鉄浅草線直通の普通に島込め行きが存在した。千原線は、千葉急行電鉄の路線であった経緯から、他の京成線とは異なる運賃体系となっている。そのため、キロ数計算は当駅で打ち切り、当駅前後の運賃を合算する。 当駅付近で JR 外房線が並走しており、もともとは同地に外房線本千葉駅があったが、当駅の道地への移転時に本千葉駅が現在地に移転したため、現在は外房線側に駅はない。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。千原台方面に引上げ線があり、その先の千原線内は単線となる。ホーム油工場は8両分あり。 8両編成の列車も停車可能である。ただし、京成幕張本号から新千葉間の各駅のホーム有効長は6両分しかないため、通常は千葉線に8両編成が入線することはない。京成千葉線は京成本線、新京成線との直通運転も一部実施している。駅ホームの案内表には京成千葉線との直通運転の設定がない。 成田空港も行き先として表記されている。2020年度の1日平均乗降人員は15,296人で、京成線内69駅中、第23位である。1日あたりの平均乗車人員は、以下の通りである。千葉県庁本庁舎より望む、東駅方面東口には、駅前ロータリー交差点、西口は千葉市新宿公園に続く。 駅前広場が整備されている。当駅を中心とする、約半径 1km 範囲内には、隣駅の京成千葉駅、JR 東日本、千葉都市モノレールの千葉駅、JR 東日本の本千葉駅、千葉都市モノレールの市役所前駅、栄町駅、足川公園駅、県庁前駅があり、状況によっては、徒歩での移動の方が早く到達する場合もある。駅北側には、 国道14号、東側には国道126号がある。周辺は千葉市の中心市街地で、千葉銀座通りなどは、京成線では当駅が最も近い。しかし2000年代に入ると、千葉市街では、富士見から千葉駅前付近に人が集まる傾向にあり、にぎわいは当駅周辺から京成千葉駅周辺に集中している。JR 外房線高架下は、 ショッピングモールが千葉駅から東駅まで連続し、線路東側を含めて繁華街となっている。漫画、アニメ、ゲーム関連のように、千葉市内では東駅周辺に店舗が集積する業種もある。東口が商業地で占められているのに対し、西口は大栄千葉店が2001年に閉店し、跡地にマンションが建築されるなど次第に住宅地となりつつある。 東側亀岡町方面には、千葉大学医学部や千葉大学医学部附属病院、千葉県文化会館などがある。他にも、駅周辺には、博物館や美術館、科学館など、文教施設が多い。千葉県庁舎、千葉県警察本部などへは、京成線では当駅が最寄りである。本千葉町、富士見、中央、宮古川より、南の市場町、井の花方面。 本千葉町千葉都市モノレール1号線奥は、千葉工業銀行千葉支店名、西高等学校本校富士見千葉 EX ビル富士見2丁目。栄町には、千葉都市モノレール1号線の栄町駅があり、東駅から徒歩約10分。栄町駅は、富士見1丁目に近接している。富士見2丁目は東駅が近接している。中央中央2丁目には、 千葉都市モノレール1号線の足川公園駅があり、当駅から徒歩約5分、モノレールとの乗り換えは、京成千葉駅の方が主弁となっている。足川公園駅は中央にも近接している。長須長須1丁目には、JR 外房線の本千葉駅があり、当駅から徒歩約8分。本千葉駅は、長須2丁目にも近接している。市場町、井の花市場町には、 千葉都市モノレール1号線の県庁前駅があり、当駅から徒歩約8分。県庁前駅は井の花にも近接している。新宿、新町、新田町、新明町、問屋町、千葉港方面。新宿千葉県庁本庁舎より望む新宿方面のマンション群千葉市新宿公園日田町新明町、新町新町には、京成千葉線の京成千葉駅があり。 当駅から徒歩約10分。豊営町、千葉港千葉港には、千葉都市モノレール1号線の市役所前駅があり、当駅から徒歩約12分。市役所前駅は、豊営町にも近接している。東口は、駅前ロータリー交差点付近に、バス停留所があり、西口は、駅前広場周辺にある。駐車区出店広報資料、プレスリリースなど一時資料統計資料。 ありがとうございます。